不通知でツイキャスやってたら邪魔されました。早く引退してください。今度こそは振られたからって腹いせにね、ツイッターに俺の裸を晒したりとか、あることないことね、配信で言ったりして言い訳するのやめてください。格好悪いですよ、言い訳するの。ああでもないこうでもないとか、俺がね大阪一緒に行こうって言ったぐらいでマウント取るのやめてください。眉毛つけるのもやめてください。俺が裸のね、あの安村みたいな写真晒されて俺の方が傷ついてる。自動ポルノですよ。寝起きとかいつもこんな感じ、髪の毛は常に遊んでる、遊ばれてる。いつ引退するの？もう早く引退してよ、鬱陶しいから。児童じゃない？おじさんポルノされた。おじさんポルノ、おじさんポルノされた、うん、児童×おじさん丸。おじさんの裸をツイッターに貼ったら犯罪？それはどうなの？おじさんの、しかも盗撮は誰に？舞ちゃんに。付き合ってる時に盗撮されて消しといてねって言ってた画像を保存されて、嫌なことがあったら二度と関わんなカスとか言ってツイッターで晒したんだよ、俺の許可も取らずに。リベンジポルノが犯罪だったら、俺がね訴えたらどうなるの？捕まるの？ボクチンが訴えたら。でビビってそのツイッター消してるらしいよ。でそれでもどうしても見たいっていう人は雑談タヌキに行けば見れるんですよ。でも気をつけてね、濡れちゃうかもしれない。うちの女リスナーが見たら、俺の体がね、体見ちゃったら濡れちゃうかもしれない。それでもいいなら見てきてくださいよ。一生いろんな人にスクショされて悪用されて、いろんなところに晒されて笑い者ですよ。恥ずかしい体型だよ。お腹も出てるし、毛深いし、一般的に見たらキモって思う体だよ。あのちょっと自分の体に自信がない人はわからない？やっぱりちょっとでも服着てよく見せようとかさ、着痩せしようとかさ、なかなか見したくないじゃん。俺だってね、自分に自信ないけど少しでもやっぱよく見せようとするわけよ。うん、やっぱりね、よく見られたいわけよ。それをぶち壊されてるんだよ。終わった、直接言ってやるわ。マジでムカつく。あ、猫ちゃん、猫寿司、みんなでポケ化したい。にゃちゃんね。電話出ないじゃん。ドカノメちゃん、クルちゃんに爆投げしてるらしいね。マジでクルにだけは投げないでほしい、ドカノメちゃん。クルちゃんにだけは。お願いだから、調子に乗るから、俺も頑張って配信するから。ドカノメちゃんが投げて、なんて言ってたと思う？つか、まゆ電話出ないわ。あの、ゼロワンの爆投げ師がうちに投げて、ゼロワン崩壊って言われてるんで。あれ、まゆ電話出ないじゃん。なんで電話出ないの？都合悪いの？じゃあ大阪行こうとは言ったけど。雑談見てしまって、プニタン引いた？マジでガチ恋いなくなったわ。ドカノメちゃん、俺とクルどっちが好きなの？
それだけ教えて。ゆまるのこと嫌いなんて言ってないよ。あのゆまる、まゆがゆまる可愛くないとか散々言ってたよ。ゆまるより私が可愛いとか、ゆまるちゃんは売名目的だから気をつけた方がいいとか言ってたよ、話し合いの時に。直接話そうよ、直接。うわ、うちの絶対エースのドカノメちゃんが反応もしないんだけど、どっちも好きだよ。ゼロワンが一番好きだったのにどっちも好きになっちゃったの？話変わってくるよ、ドカノメちゃん。同じぐらいになっちゃったの？じゃあ俺も引退しようかな、ドカノメちゃんに一緒って言われるんだったら。コウタン一番好き？それならいいんだよ。うん、じゃあ引退しないけど。何回目？俺5回目だね。次やったら5回目引退はね。まあもう引退するとか言わないですよ。俺は過去に4回やってるけど。まあ、ゆアカウント消した？じゃあみんなどう思う？俺ね、100% そのうち配信すると思うよ。うん、これ 100%。 これ信じてる人いるの？前の枠で引退しないで、寂しい、お願いだからみたいなコメントしてるバカいる？ねえバカ、キラコメ打っていたの？アイテム投げて、まゆちゃん幸せになるんだよみたいな。ほんと頭悪いよね、どうせやるのに。心配するまでもないよな。アカウントも消してないじゃん。8000人もフォロワーいるわ。よかった。という感じで、まあ引退したんだったら言うことないですよ。あの、さっき、ちょっと寂しくてツイキャスやってたんだよ。こうやって、いろんなことわちゃわちゃ言われるのもやっぱ疲れちゃってさ。だから顔出ししたくないんだよ。いろんなこと言ってくるから。閲覧待て、何？アザラシいらっしゃい。いや、ほんと寝てなくて、そろそろ寝ないとやばいんだけど。ツイキャス閲覧は、つか別にそんな閲覧見て配信しない。閲覧にとらわれるのよくないよ。普通にやっときゃいいんだよ、自然体で。ゼロワン元気か？正直元気じゃない。前アカウントあるな、嘘だったんだよ、アカウント。じゃあちょっと、俺のポケカ自慢でもしようかな。これを売ろうかなと思ってる。で、にゃちゃんがリザードン欲しいんだって。で、ね、にゃちゃんがリザードン欲しいから、どれあげようかな。一応リザードンはいっぱいあるんですよ。で、これは初期のリザードン。で、これは25周年。で、これリザードンでしょ。で、これ VMAX。これは高いよ。で、これ V スターあるでしょ。で、この辺あるでしょ、リザードンが。かっこいい？で、今日、ユマルが欲しがってたのがこれマリー。で、マリーは4種類ある。これはゲームの特典で、ゲームの特典で、封すら開封してないやつ。これ。封も開封してないんだよ。封もついたままでしょ。で、このマリー3つあるけど、どれが一番高いと思う？この3つ。左、真ん中、右。あ、真ん中わかる？で、これが一番高いっす。6万から7万円ぐらい。で、さらに下に行くと、古いリザードンがいっぱいあるんで、まあ、にゃちゃんは、カツラのリザードン。で、これがカツラっていうキャラね。で、最近手に入れたのがこれ。でかいっしょ。ポケモン広場。
これが超プレミアついてる。これ一番高いかもしれない。これでかいっしょ。これが一番高いかな、分からんけど。いくらちょっと引いちゃうから言えない。いつから集めたの？3週間ぐらい前で、ここにもいっぱい古いリザードンがあるでしょ。でもここも全部調整用なんだよ。でここにデッキが入ってる。これはデッキ用。見たい？マジか。わかる？この面白さが。嬉しいわ。でこれリザードンデッキで、こだわりベルト。これはポケモンにつけるとプラス30になる。でウルトラレアです。でリザードンブイスターで、向こうにあるのと違ってこれデッキ用で、このリザードン V はスーパーアート、スーパーアートの SR で、この炎エネルギーもウルトラレアなんだよ。わかるでしょ。普通のエネルギーはこれなんだよ。でも俺はウルトラレアなんだよ。わかるでしょ。こっちがノーマルで、右がウルトラレア。興味そそられない？